三浦義夫三浦義夫3月9日から1999年1月31日は、日本の官僚、幹線山形県知事、衆議院法制局長、旧姓、妹川、福岡県福岡市出身、妹川、正尾の4、男として生まれ三浦長美きの婿養子となる、第5高等学校を経て、1929年、 東京帝国大学法学部法律学科を卒業。前年10月、高等試験行政科試験に合格。1929年、内務省に入り、愛知県属となる。以後、茨城県学部課長などを務め、区内省に転じた。定出林野局所務課長、区内省参事官、匠寮管理、内蔵療養土、大善良所務、締め良所務、 国内大臣官房連絡事務室長などを歴任。福島県内務部長を経て、1946年10月、山形県知事に就任し1947年3月まで在任。その後、衆議院法制局に移り、法制局部長、法制局第一部長、法制局次長を経て、1961年2月、法制局長に就任。 1972年7月に退官。1973年3月、労働保険審査会委員に就任し、同会長を1974年から翌年まで、務めた。妻、吉江は、後秀蔵の四女で、養父両美希の養女。両美希の妻、玉は、後秀蔵の長女で、母方の祖父、三浦千春の養女となった。 千春が孫娘活養女であるたまに迎えた向こう養子が、読みきである。したがって吉江は、姉夫婦の養女となり、吉シを向こう養子に迎えたことになり、吉江にとって、養祖父の千春は、実の祖父でもある。西洋古典学者のコモイと病理学者の木村男なりは、吉シの義兄にあたる。吉シオ、ヨ夫妻は二男二女を設けた。ありがとうございます。